ゲン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 。お、何？最近さ、気になってることがあるんだけど、ゲンゲンって毎週その10時間配信してるじゃん。うん。あれって実際どれぐらい進捗生むものなの？ああ、でもね、結構生まれるね。毎回はかどってる。まあ、でもやっぱ見てる側はちょっと分かんないから、うん、まあそうだね。そうなんだ。ブラックボックスだもんね。そうだね。でそのライブの10時間でぶっちゃけどれだけ進むのかってみんな気になってると思うんですよね。まあでも一緒にやってくれるの分かるから。それもそうだね。でも10時間あればこれだけできるんだっていうのが目に見えて分かった方が、うん、みんなもあ、じゃあ俺も一緒に10時間やろうかなみたいになりやすいと思うんだよね。今度さ、うん、赤門道場の企画で門下生に10時間勉強してもらうじゃん、うん、そこでゲンゲンも一緒にやらない？それはやりたいね。おお。進捗埋めるんでしょ。最高じゃん。撮影もできて進捗も埋めて最高の企画ってことでしょ。そういうことですね。おお、いいね。オッケー、やろうじゃん。オッケー。進捗が分かりやすい科目とかがいいかなって思うんだけど、うん、なんか今まで触れてこなかった科目とかってある？社会系とかは日本史以外は触れてないかな。地理とかはどう？ああ、地理ね、全く分かんないね。あ、本当に？じゃあいいかも。ノーベンから10時間でどこまで成績が上がるかっていうのが、おお、なるほどね。分かればめちゃめちゃ結果分かりやすいんじゃないかな。いや、これ10時間って埋めないよ、普通。地理なんで、うん、共通テストの地理の成績がどれだけ上がるか。なるほど。をちょっと試してみたいなと思います。うわー、どれぐらいだろうな。まあでも普段はちゃんと10時間で結構進捗埋めてるから、うん、まあそれ信じてなんとか頑張ろうと思います、うん、10時間勉強を皆さんにしてもらいます。あんなに受験生が頑張ってて僕が頑張らないわけにはいかないですからね。はい、ということで今回地理を10時間かけて勉強していくということで、とにかく頑張ります。僕受験でね、地理を全く使ってないので、もう敵を知るためにこの共通テストの過去問を解いていこうと思います。まあ、とりあえずね、1年分やってみます。効率的に勉強を進めるためにはまずは敵を知ることが重要です。実際に試験問題に触れてどういう知識思考を抑えれば点数につながりそうかを直接感じ取ってから参考書に手を出していきます。いやー、ノーベンでの地理最初の共通テストの点数は56点でした。ノーベンにしたら得点高いかなとは思うんですけど、まあ、地理って、まあ、その常識問題もね、一定数出題されるっていうふうには聞いていたんで、まあ、もうちょい取れるかなと思ってたんですけど、やっぱノーベンだと厳しいものありましたね。まあでも、敵は知れたので、それをもとにね、参考書を一冊、やっていこうと思います。まあ、地理は気候とか貿易とか、そういうテーマ別の系統地理と、アフリカとか東南アジアとかの切り口ね、地域別の地史、の2つに分かれてるんですよね。でどうやら系統地理でね、学んだことっていうのが地史編の方で、まあ、すごいリンクして伏線回収みたいになって相乗効果が見込まれるらしいんですけど、まあ、10時間だと系統地理が限界だと思うので、とりあえずねこの教科書を1冊ね、一周することを目標に頑張ります。今回僕は村瀬のゼロからわかる地理 B という参考書を用いました。調べてみた感じ参考書が分厚いんですけど、その分理解を重視している本とのことだったので自分の性格には合ってるかなと思ったからです。はぁ、第1項終わりましたね。まあだいたい1ページ2分弱ぐらいのペースですね。2項目に進む前に一旦1項で学んだことっていうのをざっともう10分弱でいいんで読み返していこうと思います。まあこれをするかしないかで理解度っていうのが段違いに変わるので、まあ、さっとね1項分目を通してから次の項に移っていこうと思います。よし、いやー、第2項の勉強やっと終わりました。元から知ってるところもあったので、そこを飛ばしながらやっていけばギリギリ一冊終えられるかなぐらいな感じですね。まあ、ちょっと眠くなってきたので15分だけ仮眠取ろうと思います。おはようございます。仮眠も取ってすっきりしたので気を取り直して第3項から頑張っていきます。まあ、さっき解いた共通テストの内容もちょくちょく出てきてたので、まあ、こういうのあると勉強モチベ上がりますよね。適宜休憩を取りながら最後まで頑張ります。赤
門道場での10時間勉強、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はかどりました。あ、めっちゃはかどった。地理ね、楽しかったね。なんか今まで知ってたことっていうものに理屈がこう紐づいてるみたいな感じがして、でより深掘りもされてかなり面白かったね。例えば中東の方で石油がたくさん取れるみたいな、じゃあその石油が取れる地域に共通するものってどういうものなんだろうとか、なんでここでは石炭が多く取れるんだろうとか、クイズとかで結構いろんな知識とか出てくるわけよ。それが単語として出てきて、それが深掘りされていくみたいな。例えばそのボリビアの首都にラパスっていうところがあるんだけど、首都の中で一番その標高が高いところで有名なのね。じゃあなんでその標高が高いところに首都があるのかとか、じゃあそのラパスの気候変動の特徴ってどういうものなんだろうみたいな、その知識としてなんとなく知ってたものがそこになんでっていう理由が裏付けされて、これってこういうことだったんだみたいな感じで繋がっていくのが面白かった。まあだから楽しみながらね、勉強できるっていうのは大事だね。まあでも点数にどれだけ直結してるかはちょっとやってみないと分かんないね。じゃあ、早速2023年の一つテスト解いていただきましょうか。いや楽しみですね。楽しみだな。とりあえず目標は70点。やっぱ試験前っていい緊張感あるよね。そのワクワクする感じの。ワクワク？ワクワクしない？自信があるときはかな。あーね、まあなんか毎回その試験当日になると急にどっからともなく自信が湧いてくんだよね。前日まではやばいやばい終わんないみたいな、全然手つけられてないところあるわってなるんだけど、試験当日になると、いやまあでも言うてあそこ出ないっしょみたいな、急になんか過剰に自信がつくんだよね。それでは試験開始。はい、よし。お、ボリビアのラパス出てきたんだけど。マジ？ボリビアのラパスは標高が高いけど赤道付近だから年較差は少ないけど全体的に気温が低いみたいな。え、試験問題見てた？いやいやいや。なんか結構地理って資料の読み取り問題とかがあって、まあ、その資料のどこに目をつければいいのかっていうところが分かれば比較的スムーズに解ける問題っていうのは結構あるのね。さんよ、 OK、 終わった。お疲れ様でした。結構なんか戦えた部分は戦えたかなっていう感じはする。ただ第4問とかそのインドと中国の国別の知識みたいなところが出されたんだけど、そこ全くやってなかったから多分ボロボロ、もう適当に理屈つけて、まあここはこうだったらおかしいからこうやろみたいな難癖つけて一問一問解いてたから、第4問は多分ボロボロかな。まあでも勉強の成果はそれなりに出たかなって気はする。はい、ということで採点が終わりました。はい、確認ですが、2022年の過去問が56点。じゃあそこから何点上がったのか、今回の共通テスト2023年、チリ B、とりあえず目標は70点。78点です。おー、結構いいんじゃない？かなりいいかも。いや、すごいでしょ。うん、すごいでしょ。えぐいって。まあいいよね、かなり。1日の勉強ででもほぼ8割取れてるってことでしょ。うん、そうだね、8割弱か。えぐいって。え、第4問結構ボロボロだったよ。ああ、そうだね、第4問は、うん、多分半分ぐらい。あ、でも半分取れてんだ。1回目の共通テストの地理はもう完全にその解き方から全く分かんない状態で挑んでたから、こういう感じで出されるのねっていうのを理解して、あとこういう感じで選択肢って切っていけるのねっていうのを解説とか読んで理解した上で地理の勉強を進めてたから、単純な知識とか考え方だけじゃなくて解き方みたいなところも、まあ、磨かれたおかげで点数伸びたのかなって気はするね。10時間勉強して22点上げたっていうことですね。そうだね、まあ、だから10時間は侮れないよって感じだね。あと1日あればさらに22点上がって100点だからね。ということで今回10時間勉強して地理何点伸びるのかっていうことを検証してきたんですけど、まあ無事ね22点伸ばすことができました。1日にできることっていうのはそれだけ大きいんだよっていうことを身をもってね、示せたと思うので、ぜひ皆さんも1日1日を大切に噛み締めて、過ごしていってもらえたらいいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。